放送席、さあそれではヒーローインタビューです。放送席、そしてスタンドのホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。決勝タイムリー中村晃選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。序盤の4点差をひっくり返して、しかも3位ファイターズを破っての1勝、この1勝というのはどのように感じてますか？そうですね、本当に負けられない試合でしたし、みんなが力を合わせて、掴んだ勝利だなと思います。7対7、8回、ツーアウト満塁で打席が回ってきました。どのようなことを考えましたか？いや、もう本当みんなで、ね、作ったチャンスだったので、なんとか、打ってランナーを返したいなという思いでいきました。ストレート2球で追い込まれました。ここで考えなどどうだったでしょう？そうですね、宮西さん、すごくコントロールが良くて、あそこにもう1球来たらしょうがないぐらいの気持ちでね、打ちました。はい。そこから粘って、カウントが変わっていって、ストレートもスライダーもどちらもあるようなケースだったと思うんですが、どのようなことを考えたんでしょう？いや、もう両方、スライダーもまっすぐも対応できるような、意識で打席に追いました。はい。そして捉えたストレート、感触などどうだったですか？そうですね、本当に、良かったなっていう、感じです。はい。宮西投手からも今シーズン初めてのヒットになりました。それが勝ち越しのタイムリーでした。そうですね、本当にいいピッチャーなのでなかなか打てないですけど、こういう大事なところでね、1本打てたことは、嬉しいなと思います。はい。チームとしても今怪我人が多い中で中軸を任されています。どのような意識でここ最近など戦っているんでしょう？いつも通り、いつも通りの準備をしていつも通り戦うことが一番大事だと思うんで、はい、特に意識はないです。チームとしては3連敗の後これで3連勝になりました。この後残り試合も少なくなってきています。この後に向けてお願いします。もう、負けられないですし、全勝するつもりでみんな戦ってますんで、また福岡帰って頑張りたいなと思います。おめでとうございました。決勝タイムリーの中村晃選手でした。というね、淡々という受け答えだった中村、はい。今柳田悠岐や